小さなはぎれで作るブック型キーホルダーの作り方です。このようにリボンで留めてあって、開くと中が本のようになっています。閉じるときは上からリボンを下ろして引っ掛けるようにして留めます。キーホルダーにしなくても、このようにお人形遊びの本にもなります。普通のブックカバーのように、このように取り外しができるので、白い紙で作って、ここにメッセージを書いてプレゼントするのも良いと思います。これは私の型紙セットなどをちょっといくつか選んで、スタイルブックのようにした形のものです。ちょっと線がいっていたり均等でなかったりしますが、よかったらこれもダウンロードできます。 YouTube の方からダウンロードできないときは、ブログの方のリンクも貼っているので、そちらから試してみてください。材料はこちらです。 6×8cm の布と9センチに切った細いリボン、キーホルダーのパーツと、縦が 2.4cm、横は 50cm 分の紙です。こちらは A4 用紙を使っているので、50cm 分ついで使います。紙を切るときは、端から 2.5cm に線を引いて、線の上を切ると 2.4cm の紙ができます。このような透明定規を使うと便利です。端から 2.5cm のラインに合わせて、紙は白じゃなくても雑誌を切り取ったり、英字新聞とかでも可愛いものができそうです。インターネットで豆本ダウンロード無料で調べると、このような可愛い絵本のような紙も出てきます。ダウンロードして使えるようです。実際はもう少し大きめだったのですが、下の方だけ切ってなんとなく絵本っぽく仕上げてみました。紙を端から 1.9cm、 2cm より少し短いくらいに折ります。これを蛇腹状に折って本のようにしていきます。このように30センチと20センチ別々に折りました。重ねて糊で貼っておきます。折り目を爪でしっかりつけて折っておきます。きれいに揃っている方を表側にして、テープで貼り付けていきます。揃えている方を前にして、背表紙の方にテープを貼り付けます。あんまりギュッと押さないで、少し軽く押さえて貼り付けます。後ろ側を貼り付けて、これで本の部分が出来上がりです。ブックカバーを作ります。半分に折って、真ん中に軽く印をつけてから、真ん中に向かって折ってアイロンをかけます。次に両端を 1.5cm 内側に折ってアイロンをかけます。外側に軽く印をつけてから折ると折りやすくなります。表からもアイロンを当てておきます。ここでしっかりアイロンを当てておくと縫うときに楽です。リボンを挟んで縫います。リボンを半分に折って、1センチぐらい端から5ミリぐらいのところに挟みます。
っと留めにくいですが、クリップで留めて、この周りに端ミシンをかけます。縫うときは、このリボンの上に針を落として、少し小さめの 1.5 ミリくらいの幅の小さめの目の方が仕上がりが可愛くなります。この端が外側に出ないように少し手で寄せながら縫います。キーホルダーをつけていきます。半分に折って真ん中の縫い目の下あたりに目打ちで穴を開けます。表からと裏からとペンチを2つ使って前後にずらします。ここに通します。また前後にずらしたのを戻します。穴のところにほつれ止めかマニキュアをちょっと裏から塗っておきます。この本の部分を横から差し込んで入れます。2枚ぐらい一緒に入れる方がしっかりします。リボンをちょっとくるっとねじって、これをそのままかけます。これで出来上がりです。